皆さんこんにちは。ジャニーズのグループの中でも圧倒的人気グループだったスマップ。その中でジャニーズ退所後も俳優、声優、歌手、MC など変わらず幅広い活動を続けられている草なぎ剛さん。国民的アイドルとまで呼ばれていましたが、実はジャニーズ事務所に所属していた際に逮捕された経歴をお持ちです。そこで今回は草なぎさんが受けた性被害と逮捕された事件とのつながりについてご紹介していきたいと思います。まずは簡単なプロフィールから紹介します。生年月日1974年7月9日出生地愛媛県、出身地埼玉県春日部市。身長170センチメートル、血液型 A 型、職業歌手、俳優、タレント、司会者、ナレーター、 YouTuber。 ジャンル映画、テレビドラマ、舞台、 CM。 活動期間1987年、配偶者一般人女性、事務所ジャニーズ事務所、株式会社カレン。デビュー曲はオリコンチャートは2位だったものの、完全に落ちこぼれグループと言われていたスマップ。その後も鳴かず飛ばずで専属マネジャーもいない状態でした。見かねて面倒を見始めたのがデスクの飯島道さんでした。当時小学生でランドセルを背負っていた香取慎吾さんの勉強を見たり、衣装が破れていたら繕ってあげたり、お母さんのような役回りと言われています。そうこうしているうちにジャニーさんからスマップのマネージャー的な仕事も任されるようになったといいます。事務所の女性としては初めてのことだったとのこと。以降スマップはアイドルの王道とは異なる道を歩み始め、1992年、スマップにとって初めてのレギュラー番組は夢がもりもりでした。ただコントに挑戦するだけでなく、当時のアイドルにはありえない格好悪いカツラをつけて芸人以上のリアクションで番組を盛り上げたりしました。それは飯島さんの提案でしたが、最初はスマップ本人たちも渋っていたとのこと。しかしその羽目の外し方が人気に一気に火がつき、1994年、デビューから2年半通算12枚目のシングル「ヘイヘイ大きに毎度あり」でついに念願のオリコン1位を獲得しました。しかしそんな中でも落ちこぼれと言われていたのは草なぎ剛さんでした。若い頃は稲垣さん、木村さんがドラマ班であり、草なぎさんは中井さん、香取さん、森さんと共にバラエティ班として扱われていました。リーダーだった中井さんは別として、香取さんも森さんもドラマからも結構声がかかっていたのです。それに比べるとはっきり言って草薙さんはどこにも呼ばれず落ちこぼれと言われていました。しかしジャニーズらしい美形じゃなかったことや枝張り、他のスマップのメンバーと比べてもイケメン度では落ちているからか、若い頃から踊りでも歌でも真剣に取り組んでいました。その草薙さんの努力が花開いたのが1997年の主演連続ドラマ「いい人」でした。何事にも真面目で一生懸命な主人公はかなりのハマり役。その後も2003年に始まる「僕の生きる道」シリーズ、2009年の「任侠ヘルパー」で演技派としての地位を確立しました。その実力は舞台でも認められており、1999-2000年に主演した舞台「蒲田行進曲」を演出した小塚洸平氏からは「大天才、俺の想像を超えていた」と評価されました。しかしそんな中ある事件を起こしてしまいます。2009年4月23日、公然わいせつ罪の罪で現行犯逮捕されるのです。深夜2時ごろ「うおー」などと大声を上げている男性がいると近隣住民が警察に通報。警察官が駆けつけた際、草なぎ剛さんは草むらに一糸まとわぬ姿であぐらをかいていたとのこと。この時着ていたと思われる洋服は近くに畳んで置いてあったと報じられています。また職務質問に対し草薙さんは「裸だったら何が悪い」と話し、手足をバタつかせて暴れたといいます。経緯は知人らと別れた後自宅へ向かっていたはずの草薙剛さんは
その時点でかなり泥酔状態になっており、気がついたら公園にいたとのこと。現行犯逮捕されて連行される際に、草薙剛さんは信号、信号と叫んでいたといいます。泥酔していたとはいえ、あまりに異常な行動だったために薬物使用の疑いをかけられ、尿検査をされました。結果は陰性だったのですが、診断した医師から前後不覚の酩酊状態と診断されるほどの泥酔っぷりだったため、家宅捜索まで行われる事態に。当然薬物は発見されることはありませんでした。薬物疑惑について、一般的には尿検査が陰性であればそれ以上の捜査をすることは珍しいようですが、薬物反応がなかったにもかかわらず家宅捜索を行ったことで、当時世間では権力の乱用、人権侵害など批判の声も多数上がっていました。しかし、この裸になって逮捕された事件とジャニーさんからの性加害は因果関係があると言われています。もともとスマップには性被害が疑われていました。フジテレビ系で放送されていたスマップの冠番組スマップスマップの最終回、若かりし頃の中居正広さんと香取慎吾さんが電話をしている音声が流れたシーンで、中居さんが、五郎とうちが合宿所来るのね、明日お前あれなんだろ、あの原宿で待ち合わせてるんでしょと聞くと、香取さんは明日合宿所にね、一人で来なってと返答。続けて、中居誰が、香取五郎ちゃんが、中居お前いくつ、香取4月から6年生という会話の後、中居さんが、ああかわいそうに、じゃあお前何時くらいに来んの、明日などスケジュールについて確認する一幕でした。合宿所は当時ジャニー氏の性加害の舞台になった場所なので、小6で呼ばれているのはかわいそうという見方と言われており、オンエアでは中居さんや木村さんの顔が凍りついていたことも闇が深いと言われていました。小学5、6年生の子供を一人で東京まで行かせる親がいるとは考えにくく、合宿所に一人で来いということが何を意味するのか。中居さんは年長者だったため、すぐに察して年齢を聞いたのだと考えられます。このようにスマップは一人一人合宿所に呼ばれ、ジャニー喜多川氏から性被害を受けていたと思われます。この録音では香取慎吾さんが被害を受けていましたが、また別日には草薙剛さんが呼ばれていたのではないのでしょうか。また逮捕された背景として過去の性被害が関係していると考えられます。草薙剛さんが職務質問に対して警察官に放った裸だったら何が悪いという言葉は、ジャニー喜多川さんの教育が深層心理に残っており、酒を飲んで蘇ったと言えます。そして普段裸であることが慣習化されたジャニーズ事務所ならではの思いだったのかもしれません。また現行犯逮捕されて連行される際に、信号信号と叫んでいたのは性被害に遭っていた同志、その時のことを思い出し助けを呼んでいたのではないのでしょうか。そして着ていたと思われる洋服を丁寧に畳んでいたのもジャニー喜多川さんの教育だったのかもしれません。何はともあれ、ジャニーズ事務所の性加害は許されることではありません。新社長東山紀之さんに体制が変わり、これから多くの動向が注目されます。しっかり被害者に寄り添い、かつ再度このようなことが起きない体制づくりに期待していきたいですね。いかがでしたか。今回は草薙さんが受けた性被害と逮捕された事件とのつながりについてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。